えっと、それでは時間になりましたので、えっと、博物のスポンサーセッションを始めさせていただきたいと思います。えっと、皆さん、はじめまして、株式会社アクモ物と申します。えっと、こちらはスポンサーセッションということで、えっと、弊社の Azure アアクラム関連の LT をリレー形式でお送りしたいと思います。えっと、まあ、タイトルの通り、パーティカルサ e ス o u r c e s での Azure アアクラム推進活動の振り返りというところでお送りさせていただきます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします じゃあちょっと簡単にあの自己紹介と会社紹介をさせていただければと思います。お願いします。あそうだ、失礼しました。<laughs> えっと。よいしょ。はい、映ってますかね、今。はい、映ってます。は,い、はい、失礼しました。えっと、自己紹介させてください。今しゃべってるのがですね、えっと、株式会社アコモノの広田と申します。えっと、会社では旧エンジニア。 をさせていただき、させ、えー、ております。会社でピルちゃんと呼ばれておりますので、次に読んでいただければと思うんですが、えっと、唐揚げが好きですというところで、えっと、さらっと、こうかなと思うんですけれども、えっと、箱物という会社についても簡単にご説明させていただければなと思っております。えっと、箱物はですね、ウェルネス産業向けのオールインワンマネジメントシステムのプロダクトを提供している会社です。 えっとまあ、ウェルネス産業、あまり聞き慣れないかもしれないんですけれども、簡単に言うと、フィットネスジムだったりとか、えっと、運動スクール、スイミングだったり、ゴルフだったり、いろいろあると思うんですけど、そういった、と、健康を維持、促進する業界に対して、業務支援系のサービスを提供している会社になっております。箱、え、物、っと、はですね、えっと、ウェルネス施設の手続きをすべてデジタル化することというところを目指して開発を進めております。 具体的にはですね、ユーザー様向けの機能として、えっと、予約だったりとレッスンの予約だったりとか、会員の入会システムだったりとか、決済だったりとか、また、IoT デバイスによってですね、こうピッとかざすとドアが開くみたいな自動入体感といったサービスを提供しておりまして、スタッフ様向けには、オペレーションだったりとか、バックオフィス向けの機能、マーケティング機能といったものを提供しております。えー、現在、6000店舗以上に導入いただいておりまして、 フィットネス企業を中心にですね、ゴルフだったりとか、運動スクールだったりプ、プロスポーツチームなどにもご契約いただいております。はい。というわけで、会社紹介はこの辺りにしておいて、l t に移っていきたいと思います。 えっとですね、弊社はです、ね、アジャイルとかスクラムとかっていうところは始めたばかりなんですけれども、まあ、そんな新参者の視点からこうどのような取り組みをしてどのような気づきがあったのかっていう話をリレー形式でさせていただければと思いますでは早速1人目なんですけれども、えっと、私廣田がです、ね、スクラムチームの立ち上げから1年間のリアルな歩みをですね、エエンジニアという視点からお話ししていこうかなと思いますよろしくお願いします えっと、初めてのアジア r e t e 戦略というところで、一年、リアルな、えー、っと、まあ、旧エンジニアという視点から、物語形式で語っていこうかなと思っております。僕時、こんな感じですね。えっと、まあ、内容が入ってないんですけれども、えっと、自分が旧エンジニアとして関わった弊社のスクラムチームの1年間の悩みについて、ちょっと具体的にエピソードを交えながら話していこうかなと思っています。まあ、チームのスタートから、 どういうふうな課題にあたって、どういうふうに乗り越えてきたかというところを時系列順に具体的に話していこうかなと思っております。はい、まずはまこうプロローグというところで,です、ね、私がこのスクラムチームに着任した時の状況、背景をお伝えしておこうかなと思うんですけれども、まず私がチームに着任したのが2023年の1月、去年ですね1月でした。 この時どういう状況だったかというと、もう本当に熾烈なファーストリリースを乗り越えて、お客さんからそのたくさんフィードバックをもらって,てあ、じゃあそれをこれからプロダクトをどんどん良くしていきましょうと。でそのためにスクラムっていうのをやろうじゃないかという状態で、こうメンバーみんな燃えたぎったわけですね。で、えっと、QA はどういう体制だったかというと、まあ、業務委託メンバーが2名もともといてで、そこにこう、まあ、リーダーというか、 あのリードするポジションとしては私が着任したという形になります。でですね、もう一つ背景をお伝えしておくと、まあ、当時の QA チームってどういう動きをしてきたかっていうと、えっとまあ、スクラムっていうのも初めてですし、えっと、基本的な QA の流れとしては、開発の実装が完了してからリリースまでの間に、まあ、マニュアルテストの設計をして、マニュアルテストを実施するという、こういわゆる品質の門番的なやり方をしたわけですね。 で、リリースっていうのは2週間に1回あったんですけれども、まあ、中身のプロセス、その実はウォーターフォールっぽい流れで、こう短期間でテストを終わらせなきゃいけないので、業務メンバー、業務委託メンバーをこう、たくさんアサインして、ワンパワーでなんとかリリースを乗り切っていたというようなやり方をしてました。そして当時の私はというとですね、えっと、こんな感じでした。アジェイルについて本で、アジェイルとかスクラムについて本で勉強したことがあったんですけど、 あなんか、ああ、嫉妬し,してるぐらいの感じで、まあ、経験自体は、まあ、3ヶ月ちょろっとやったぐらいで、まあ、理解度もそこまで高くない状態でした。さあ、いよいよそこからスクラム、アジェルやっていきましょうという話になるんですけれども、まずは、えっと、最初に上流工程にとにかく参加というところで、よく聞くシフトレフトっていうのをやっていかなきゃなというところで、上流工程 QA も参加していきましょうと。 という取り組みをスタートさせたんですけれども、えっと、まあ、リファインメントだったり、プランニングだったりっていうところに、QA も呼んでいただいたんですが、QA からその場で即時でフィードバックするのって、すごく難しかったんですよね。こう、KA から何かありますかっていうところを、会社とか b d m から聞かれても、ちょっと一旦持ち帰らせてくださいという返答をせざるを得なかった。でこれ今思えば こうまあ、当時チームがスタートしたばかりで、まあ、プロダクトに対する解像度とか理解度も未熟でしたし、まあ、チームの雰囲気として発言していいのかどうかっていう心理的安全性がなかなか担保されていなかったっていうところが結構要因だったように思いますで、えっと、こういう課題に対して一旦どうしたかっていうと、えっと、初めはこう心理的発言のハードルを下げるためにですね QA メンバーだけでリファインメント前にミーティングに アイデアを出し合って、それをこうリファインメントに持っていくというような形にしてみました。で、まあ発言のハードルももちろん低いですし、まあ、こう、リファインメントで一旦持ち帰って、その後にアイデアを共有でやってたんですけど、それだと一段階遅くなっちゃうので、それよりもこう、前に考えるフェーズを持ってくることで、フィードバックもリファインメントの場でできるようにしました。続いて。 二つ目ですね。えっと、コストとの戦いということで、スタートから4、5ヶ月後、半年弱経ったぐらいの頃の話です。要件定義段階からこうシフトレフトして少し重量工程に携わることができ始めてたんですけれども、今度はこうコストの問題に直面してしまいました。えっとですね、今まで通りテスト設計を、テスト設計してテスト実施してっていう作業にプラスアルファで まあ要件レビューとかスクールムイベントに参加っていう時間が単純に加わったことで、まあ、QA メンバーがやることっていうのは単純に増えちゃったわけですね。で、こうするとこうコストの捻出っていうのがすごく難しくなりました。で、これチーム内の振り返りでもですね、なんかテストコース分かりすぎてないとか、ちょっとそこネックだよねみたいな課題が分かるような状態でした。で、これに対してまあどういうふうなアプローチをしていったかといいますと、まあ、テストのコースを できるだけ削減しなければというところで、元にお話ししたこうサービス型というか、本番型のテストの進め方から徐々に改善を加えていきました。でこうテスト作業というところで、省けるところは徐々に省いていったんですけれども、まあ、例えばというところで、ビフォーアフターのところに書いてます。えっとまあ、あのテストフェーズを QA が担当するというよりかは、スクラムチームに常駐して、あの全工程で QA としてサポートする、品質向上活動ができる形にすると。 で、えっと、テスト管理ツール、2つ目のテスト管理ツールについては、QA チームだけが使ってたテストの管理ツールがあったんですけど、こう、チームメンバーが見たり、チームメンバーが事前にテストしたり、できる場所として、スプレッドシートというえ、えっと、スプレッドシートを使って、もう、全員が見えるところに置きくようにしました。そして、えっと、実装完了した時点からテストスタートではなくて、 順番にこうチケットごとにテストを作成、実施することでこう、柔軟にスケジュール調整をできるようにしましたで。最後、使用書ベースでテストをしてたんですけれども、こうそれをこう隅々に確認するのではなくて、受け入れ条件ですね、機能が達成した要件か、か提供したい価値は何かというところにフォーカスをして、テストの書き方もこう、まあ、ある程度こう、前提知識が要求されるハイレベルの書き方を許容していきました。 はい。そして、三つ目ですね。これが、えっと、半年過ぎたぐらいの6、6、7ヶ月ぐらいの頃なんですけど、プレ QA というところの動画ですね。まず背景としてですね、えっと、スクラムイベントに QA メンバーが参加して、こう上流工程で、こう、認識合わせだったりとか、バグの混入とかっていうのをこう防げていた気持ちになってたんですけれども、やっぱりまだ、 テストフェーズになって初めて、あれなんかこの要件漏れてないとか、なんかここのコミュニケーション認識ずれてましたよねっていう気づくことも結構多かったんですね。なんかシフトレフトできてるのにあんまり効果出てないなみたいな感じだったんですけど、それもそのはずで、リファインメントプランニングには参加してたんですけど、それが終わってからテストを実際に実施するフェーズまで、開発は開発の設計、QA はテストの設計。 というふうに、もうタスクがパックリ分かれちゃってたんですね。で、あの、当時、あの、2週間に1回定期的なレトロスペクティブ、振り返りをしてたんですけれども、上流で不具合を防ぐ仕組みがさらに必要なんじゃないかなというふうな話をされていました。そこでですね、えっと、どうしていったかというところなんですけれども、えっと、開発の詳細設計とディスフェーズでのチーム内の情報の共有の場として、プレキウエという、 時間を設けましたでこれはですね、どういう時間かというと、まあ、開発担当者がある程度まで実装をして、でローカル環境でこう動かしているようなところをこう画面共有しながら、チームのメンバーですね、Q も PDM もデザイナーも全員チームのメンバーが全員揃っている場で、同期的に見てフィードバックを行う時間というものを作りました。でまあ、どんないい効果があったかというとこう、要件を満たせているかどうかを確認したりとか、 あとこう、受け入れ条件の達成、実装上の課題のすり合わせがその場で出てきたりとか、あと、まあ、同期的にやってるので、その場でこうメンバー間の認識を揃えるっていうこともおできるような時間になってですね、テストフェーズよりも前に、まあ、プレなので、テストフェーズよりも前に、うがいを未然に防ぐっていうことに成功しました。まあ、少なくともここでおだ、このプレ QA を導入した あとはですね、あのチームカンダル認識阻害とか、情報伝達不足によって購入した不具合とか、あとなんか、この要件漏れてたね、みたいなことはかなり激減しました。あともう一つ、ここで起きたあの大きな変化なんですけれども、この下に書いてあるんですけれども、うん、今までは結構 QA メンバーが責任を持ってテストとかあの品質っていうところにフォーカス当てて改善していってたんですけれども、 QA メンバーだけに閉じてた QA のプロセス改善っていうのをスクラムチーム全体として取り組み始めたというところも一つ大きな変化かなと思っています。はい。では、4つ目、最後のエピソードなんですけれども、テスト完了まで1スプリントまで見というところで、これがスタートから11ヶ月、もう1年が経とうとしているタイミングですね。あの、まあ、これまでのお話で、 より上流で、なるべく不具合を拾えるようになってきたっていうスクラムチームだったんですけどあの、スタートした当初からですね、水面下でずっと解決してない大きな問題がありまして、それがまあ、応募数って書いてあるんですけど、えっと、開発とテストのスケジュールが完全に分離してたんですね。で、えっと、1つのスプリントで A っていうイシューが終わって、その次の翌スプリントで 開発は B のイシューの実装している間に、QA が A のイシューをテストするみたいな流れになってました。なんか、これ、あの、口で説明するとややこしいんで、ちょっと図にしたいんですけど、本当はこういうふうにしたかったんですよね。こうスプリントの中に、こう、同じスプリントの中で開発と QA が、こう、チケットにごとに並行して走っていくと。で、同じスプリントの中で開発とテスト、両方を完了させるっていうところを っていうやり方でやりたかったんですけど、まあ、実際こんな感じになってて、開発してたスプリント1では設計開発が終わって、でスプリント2で経営が実している間に、開発は次の PVR を設計開発していると。こんな感じになってました。で、ちょっと戻るんですけど、 まあこの問題によりどういうことが起きたかっていうと、まずこう、ベロシティが安定しないっていうところで、前のスプリントで、のイシューでどれぐらい不具合が出るかによって、今,スプリ今のスプリントにかけられるコース解析がかけられるコースっていうのがかなり変動しました。なので、ベロシティが安定しなかったというところですね。まあ、数字を計測しても、あのまあ、まるでこう、ブレブレの数字が出てきちゃってたと。 というところですね。あと、このテキストスイッチが大変というところで、まあ、開発も QM なんですけど、まあ、テストでバグが出ると、まあ、前のスプリントで開発してた遺書をこう見返さなきゃいけなくて、でこう今のスプリントの回収と、うん、今のスプリントの開発と前のスプリントのバグの回収をこう行ったり来たりしなきゃいけないので、まあ、このテキストスイッチが大変だったよというところと、あと、QA の次のスプリントのキャッチアップが薄くなるというところも課題として挙げてるんですけど、 前のスプリントの一種をテストしている間に、次の一周の開発が走り出しているわけなので、そっちに QA がこうなかなか入っていけないというか、もう入っていったとしてもこう、テストも並行してやっていかなきゃいけないので、なかなかこう集中して取り組むことができなかったなというところが大きな課題でした。で、なんでこうなってたかっていうところ、なんで完全に分離してたかなんですけど、開発は開発で、 テストは QA でそれぞれ見積もりをしてたんですね。なので、お互いがお互いの作業について全然内容も把握してなかったし、どれくらいかかるのかっていうところも把握してなかったんですね。でそもそもこう、いや、開発は開発のことを分かってて、QA はテストのことを分かってるんだから、共同で見積もりするの難しくないって思ってたんですね。はい。うん、で、2、えっと、つ目ですが、毎日 1スプリントで扱えるタスクの量がこう分離してた方が詰め込めるんじゃないかと思ってたわけですね。こうなんかリソース効率的な話になってくるんですけれども、まあ、こう、単純に1スプリントの中でテストをしているコース、期間を操り回した方が開発は単純に増えるので、まあまあそういうまあ勘違いというか、まあ、そこのこう、 リソースの効率の方に結構フォーカスが当たってしまってたというところですね。で、まあ、あとは検証用環境が1つしかなかったっていう、ちょっとまあ環境的な要因もあったりしたんですけれども、まあ、こういう背景でこう完全に分離しちゃってましたと。で、それをこう解消してですね、開発と QA を並行させるために、こういうふうなアクションをしていきましたというのが改善アクションの4つ目なんですけど、 えっと、プランニングの場で、スプリントの中で機能テスト完了までをやる前提で、えー、見積もりをやりました。これは開発の、こう開発にかかる工数経営にかかる工数を開発経営合同でやるというような感じですね。で、えっと、どうやって見積もっていったかなんですけれども、開発にかかる工数ス、テストにかかる工数で分けて考えるというよりかは、こう受け入れ条件をベースにどれくらいのボリュームがあるんだっけというところを、えー、認識合わせしながら、 スケジュールを組んでいったというところですね。で、えっと、最後に、ね、バックログに対してサブタスクを作って、まあ、開発のサブタスクを入れてたんですけど、そこにこ QA で必要なタスクも入れました。なので、バックログの完了っていうのが QA の完了までになりました。これは明確にチームの中でその認識を揃えるためにこういう形式にしたというような感じですね。はい。というわけで、ここまで1年の歩みを。 お,お伝えしてきたんですけれども、まだまだ残されている課題はたくさんあるかなと思っています。えっと、まあ、リグレーションテストにまだまだ工数がかかっていたりとか、あと、まあ、他テーマを使うチームとの連携というところで、えっと、まあ、使っていた領域が、こう、プロダクトの特徴的には決済にかかる部分だったんですけど、こう、ほ、まあのチームが担当している開発領域と被る部分、影響し合う部分も多かったりする、さらなる連携が必要だなと。 というところだったりこう、ビジネス側のメンバーとの強固な連携というとも、まだまだあの改善していける、まあ、よりこう、ビジネス側の要件とかを重流で拾うことができれば、まあ、売れるプロダクトっていうところにもアプローチしていけるのではないかなというふうに考えています。はい、最後にまとめですけれども、ま,あ、まず今回のお話は、まあ、弊社のスクラムチームの事例でした。えー、スクラムってこうやっててやみると本当にこう いろんなプラクティスがあって、いろんなやり方があるなと思ったんですけど、なんかこう、万能策というか、アジャイル開発において、この通りにやれば絶対うまくいきますみたいな万能な解決策はないんだなと思いました。で、この資料をこう作るにあたって、振り返りの資料とか全部読み返したんですけど、アスクラムでやるっていうことに、本当に大切なことに気づいたんですけれども、まあ、2つあって、1つは振り返りとネクストアクションの実行。 っていうのを繰り返し行って、こ着実で継続的な成長をすることが一つ大事だなと思っています。こ一朝一夕でこう出来上がるチームってなかなかないので、地道に積み上げて続けることが大事だなと思いました。でもう一つはですね、全員が同じ目線でプロダクトに向き合うことっていうところが大事だなと思いました。こうスクラムチームにおいてはですね、開発、QA、デザイナー、PDM っていうのを まあそれぞれ得意なことを表しているってだけで、まあ、壁を作って、区別するためのものではないなと感じました。で、えっと、まあ、発表の中でもお伝えしたんですけど、まあ、QA の視点で、こう、どういうふうに改善していきたかっていう話をしたんですけれども、まあ、QA だけが取り組んできたことでは決してなくて、まあ、チームの振り返りの中で課題提起とかアイデアが出てきて、結果、進められたものだなと思っています。 えっと、こういう,こうコアなマインドの部分を実感として得られたのはすごく経験として大きいなと思いました。なのでこう、これを手にですね、他のチームに広めたりとか、組織全体でよりこうスクラムアジャイルっていうのを推進して良くなっていければ最高かなと思っております。はい。では、えー、っと僕の LTA はこれで終わりなんですけれども、ここからは、えっと、進藤さん、ルーさんにあのバトンタッチしたいと思います。ありがとうございました。 はいヒロシャんありがとうございました。はいでは、えー、少々、画面共有しますので、少々お待ちください。はい、えー、っとでは、私の方からは、えー、スクラムエッセンス導入3か月のチームに起きた変化、こういうテーマでお話し,していきたいと思います。よろしくお願いします。 で、まず簡単に自己紹介なんですが、えー、新藤と申します。箱物でエンジニアをやっているんですが、UX っていう、まあ、割と広めの領域を改善していくような、まあ、そういう部署で活動しております。で今回はですね、まあ、そんな UX チームの事例を通じてですね、えー、スクラムエッセンスの導入と、まあ、チームにどういう変化が起きたのかなっていうところの紹介をしていきたいと思います。 ターゲットとしては、やっぱりまだスクラムに取り組んではないけど、ちょっと興味があるよとか、まあ、最近スクラム始めたよって言った、まあ、そういった方々に少しでも参考になれば嬉しいなと思います。はい。ではまずそのお話の前段としてですね、はいえー、スクラムエッセンス導入前のお話を少ししていきます。はいえー、私がいる UX チームですね。 そちらのチームの目指すチーム像っていうのがありまして、こちらになります。期待を超えるユーザー体験、価値っていうのを生み出して、で、まあ、それをより早くユーザーに届けられるチーム。まあ、こういうところを目指しております。えー、次にチーム構成です。まあ、割とよくある形かなと思います。でこのチームの課題感ですね。まあ、これまでの開発なんですが、 まあ職能ごとに開発をバトンタッチするような形ですね。まあ、先ほどお話にあった通りにはなるんですけども、使、ま、用、あ、書を作ったら次デザインを起こして、で、プログラムテストっていう、まあ、本当にウォーターフォルに近い流れをしていました。で、そうするとですね、どうしてもプログラムの最中に使用とかデザインがちょっと実現できないなっていうことが発覚してしまって、でそこから手戻りが起きたりとか、 でこれはプログラムだけではなくて、やっぱりテストでも同じような問題が起きてしまって、えーまあ、プログラムの修正で済むならまだ、えー、いいんですけども、まあ、デザインとか使用書みたいなところをですね、まあ、ちょっとインパクトの大きいところまで、えー、波及してしまうみたいな。まあ、そういった課題だったり、はい、あとは前工程の遅延がテストフェーズの方にどん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 不サイト出してのしかかっていってで、まあ、テスト期間が本当にぎゅっと圧縮されてしまうみたいな。 まあこういった課題感がありました。で、まあ、こちらはどういうところに要因があるのかなっていうのをちょっといろいろ考えたんですが、まあ、チーム全体の機能理解が浅いのかなとか、えー、シフトレフトできてないのかなみたいな、そういうところの考えをいろいろ巡らせました。っていうところまでが前置きとなります。 でこういった課題感を踏まえてですね、まあ、我々 UX チームが取り組んだことを、えー、紹介していきたいと思いますで、えー。取り組んだことと、あとチームに起きた変化、これをセットで紹介していきます。す、え、べ、ー、て紹介するのはちょっと時間が足りないので、まあ、ピックアップして4つほどお伝えしていきます。まず1つ目、えー、小さく作って小さくテスト。 はい。これまでは、こんな感じでですね。まあ、本当に全部対応してから次のフェーズに次のフェーズへっていう、まあ、こんな形で進めていまして、まあ、なんでリスクがもうどん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 膨れ上がっている状態ですね。はい。で、まあ、それをこうしましたっていうところなんですが、デザインと実装テストっていう、このワンサイクルの開発対象っていうのをちょっとちっちゃくして、で、まあ、そのサイクルをどんどんどん,どん回すような形。 を取っていきましたで。そうすることでですね、開発全体の見通しが良くなったよねっていう、まあ、透明性が上がったっていうお話であったり、まあ、実装がすごくシンプルになったんで、まあ、その分、レ、まあ、ビューもしやすいし、でテストのシフトレフトっていうのも実現ができまして、でまあ、無理のない稼働で、まあ、品質もしっかり確保できたっていう、こういう変化が起きました。 では、二つ目ですね。えー、PRD とデザインを全員でレビューして、受け入れ条件を全員で考える。こちらはほんの一例にはなるんですが、まあ、例えばデザインに対して細かい挙動についての疑問点であったりとか、えー、仕様に対してのまあ条件確認っていうのはもちろんあるんですけども、まあ、本当にそれ、ファーストリリースで必要なのに、まあ、他に、なんていうんですかね。 優先度の高い要件はないのかなみたいな、そういう疑問に対しても、まあ、チーム全員でちょっと議論して、えー、取り組んでいったっていうところになります。でその結果としてはですね、まあ、未検討だったり、未伝達の仕様っていうのがしっかり洗い出せたり、まあ、デザインがよりブラッシュアップできたよねっていう話とか、まあ、単純に不具合が減ったであったり、あと QA エンジニアだけじゃなくて、チーム全員、チーム全体の品質意識 っていうところが、えー、まあ、改善、向上したかなっていう変化があります。はい。では3つ目。プレ QA ですね。これは先ほど、ビロさんの方からご紹介あったお話なんですが、まあ、ある程度動くようになった段階で、関係者が集まってですね、まあ、実際に動くものを見てフィードバックしていこうっていう、そういう取り組みになります。でこちら実施した結果、 チーム全体で実動作とか仕様に対しての共通認識を作れたっていうところが非常に大きいなと感じてます。やっぱり動くものをベースに議論するっていうところで、解像度が高い状態で議論ができて、でまあ、それによってより精度の高いフィードバックっていうのが回していけるかなというところです。はいえー、では4つ目。 今のやり方を疑って柔軟に変更していくと。こちらはあれですね、主にレトロスペクティブであったり、デイリーで、まあ、こういったですね、例えば、まあ、全体の進捗が見づらいから、ちょっとタスクの管理の手段変えないかとか、まあ、ちょっと最初の方はペアプロで実装した方が効率いいんじゃないみたいな、まあ、こういう議題がどん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 上がってですね、それに対して一つ一つ、えー、しっかり取り組んでいきました。 でその結果としては、スクラムエッセンスを取り入れた当初ですね、まあ、3ヶ月前と比較すると、格段にあの開発チームの成長が、えー、見れたなと感じています。まあ、それはコミュニケーションだったり、まあ、開発プロセス、プ、えー、ロコーディング、まあ、様々あるなと感じているんですがで、ただそれを変えたら変えたで終わりっていうわけではなくて、変えたことによって、あの新たな歪みができたりするんですけども、 えー、そこに対してもしっかりアプローチをかけて、まあ、改善をしていけたなっていうところがあります。はい。ではちょっとまとめに入りたいと思います。えーまあ、今回ご紹介した取り組みに対してですね、まあ、どういう効果が大きかったのかなっていうのをちょっと簡単にまとめました。はい。まず一つ目ですが、えー、小さい開発サイクルを回すことで、やっぱり手戻りリスクっていうのがかなり減ったなと感じています。 二つ目ですね、えー、全員で考えるっていうところで、主要であったり、デザインであったり、えー、あとはテスト観点とか、まあ、様々なことの抜け漏れ防止とか、あとは単純にブラッシュアップができたっていうところから、まあ、品質向上に対してすごく寄与したなと感じています。はいえー、三つ目、プレキューウェ a ですね。まあ、その,解像,度の解像度の高い状態でフィ,ードバックフィードバックのサイクルを回すことができたんですけども、 その解像度の高い状態を繰り出すっていう、まあ、つまりチーム全体の、えー、共通認識の情勢っていうところに役立ったなと感じています、はいえー。4つ目、まあ、柔軟にやり方を変えていったっていうところで、まあ、会議体であったりプロセス、まあ、結構抜本的なところを見直すことができまして、まあ、その結果開発プロセスであったり、開発体験の向上に、えー、大きく寄与したなというところです。 では最後にですね、えーまあ、これまでの取り組みで、チームにある程度余白が生まれたなっていうところを感じてまして、まあ、なので、今後はその余白っていうのを使って、まあ、しっかり価値に向き合ってで、それをより早くリリースするっていうところに、えー、取り組んでいってですね、で最初にご紹介した UX チームの目指すチーム像っていうところに、えーまあ、少しでも近づけるように取り組んでいきたいなと思っています。 はちょっと簡単です私からの発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ズーさんありがとうございますと。それでは続いてですね、えっと森島さんモーリーからあー発表をお願いします。はい、じゃあここからはバトンタッチして私から発表させていただきます。画面共有しますので少々お待ちください。 はい。画面見えてますでしょうか。大丈夫かなはい。はい。<笑><笑>はい、じゃあ,じゃあ、えー、森島からは、アジャイルの灯火を絶やさない社内アジャイルコミュニティ運営と言ったりして、社内のアジャイルコミュニティがどうやって運営してたかっていうのを紹介させていただこうと思います。はじめに自己紹介です。 所属としては、箱物の QA 部セットエンジニアとして、テストの自動化などをバリバリやっております。えー、とハンバーガーとアジャイルが好きで、箱物には、えー、と半年ぐらい前に入ったんですけど、以前はスクラムマスターをやってたりしました。はい。それでは早速、箱物とアジャイルということで、箱物とアジャイルどういうふうにやっているかっていうのをお伝えしていこうかなと思います。 はい、でなんかアジャイルコミュニティあるんだ、箱物ってアジャイル進んでるんだって思ったかもしれませんが、まだまだアジャイルは始めたばかりの状態です。箱物は先ほど冒頭に紹介があった通り、バーティカルサウスと言っているんですが、領域としてはかなり不確実性が高い領域を扱っているんですが、まだまだアジャイルを始めたばかりという状態です。で状況としては、1つのチームはスクラムに取り組んだ。 ですが、チームを解散することになったり、一つのチーム、先ほど振動から説明あったような、えっ、ー、と、UX チームについては、アジャイルに取り組めた、始めたばかりという状態です。で、そんな中で、アジャイルの実践に悩んでいる人がいるっていうところを、たまたま相談を受けて、えー、気づきましたと。 で、その方は CSM 研修を受けて、理論は分かっているんですけど、実践してみると、たくさんの壁にぶち当たっていて、ただ、社内にアジャイルの実践をしている人がいないので、誰に相談してはいいか分からないという状況になっていました。まあ、そんなのであれば、アジャイルコミュニティ立ち上げちゃいましょうということで、アジャイルコミュニティを立ち上げていきました。 まあ最初からいきなりアジャイルコミュニティと歌ってやっていたわけではないんですけど、その相談を受けた方から2人でまずは相談、ワンオンワンから始めていき、だん,だん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 と慣れていき、じゃあもうちょっとみんな巻き込んで、他にも迷ってる人がいるかもしれないというところから、例えばスラックのチャンネルを、スクラム専用チャンネルみたいなのを立ち上げて、コミュニティ化していくような動きを取っていきました。 はい、この発表については、そのコミュニティでどんなことをやっているのかえ、どんな効果があったのか、半年経ってコミュニティ運営の難しさを感じているので、その事例について紹介させていただこうと思います。これからコミュニティ立ち上げようとしている方や、アジャイルに取り組んでて1人悩んでいる方などの参考になれば幸いです。はい、じゃあここからは実際の事例について紹介させていただこうと思います。はい。 活動については大きく2つあって、定期開催と不定期開催の2つです。定期開催は、えー、お悩み相談会として、各自参加者のお悩みを持ち寄って、参加した人同士で解決だったり、解決のヒントを得るような目的で開催しております。もう1つは輪読会で、毎週課題図書をその場で読んで、悩みや疑問を参加者同士でぶ,ぶつけ合って、えーと 解決すするという形でやってます現在は始めたばっかりなんですけどスクラムブートキャンプから読み始めてますで。不定期開催の方でセッション同時視聴会というものをやっています。お悩み相談会や臨読会など話からこういうところがもっと知りたいよねみたいなホットなトピックについてじゃあこのセッションを見てみないみたいなという感じでちょっと提案しながらセッション視聴会をやり えとこのスクフェスのような感じが僕は好きなので、ディスコードチャンネルでワイワイするような感じで、えー、と社内でもそれを再現させながら、スラックチャンネルをそのディスコードチャンネルに立てて実況しながら投稿して、みんなで、えー、とセッション見るだけじゃなくて、感想も言い合って学びにつなげていくっていう感じで開催していますで。この活動を通して得られたことなんですけど、やっぱりみんなで悩んでいることを えと相談して解決していくっていう活動に関してはすごく楽しくやっています。何より普段業務的に関わりがない別の部署のメンバーとじっくりお話しする機会を得られたのはすごく良かった点かなと思ってるし何より集まってくれた方が1人で悩む孤独感から解放されたとおっしゃってくれてそれがすごい、えー、立ち上げて良かったなと思うことです。ままた集まった集っメンバーで えっと、自己組織化して学びの場が醸成されていったっていうのもなんかアジャイルの訓練になっていてすごく良かったなと思います。そしてアジャイル,のアジャイルやってるとどうしても孤独感を感じてしまうんですけど同じ熱意を持った仲間に出会えてまたチームに持って帰るっていうことができてその熱意一人じゃないんだって思える熱意を持つ仲間に出会えて良かったなと思ってます。 でさらに活動から派生したことですね、えっと。スクラムに取り組むチームが新たに誕生しました。お悩み相談会のトピックから、なんかあのチーム新しくできるらしいんだけど、構成的にスクラムに向いてそうじゃないかなっていう話が出て、そのチームに提案を持っていたところ、スクラムっぽい、えー、と取り組みを始めてくれることになりました。 もう一つはセッション同時視聴会をやったところ、もっと全体でこのセッションを見た方がいいっていうふうになり、開発組織全体でセッション同時視聴会を開催することになりました。これはすごく良かったなと思っています。さらにですね、スクフェイスにスポンサーを出すことができました。で、社会の学びの場としてスクフェイスの情報を とかをコミュニティに投稿してたところをスポンサーーやりたいな、社内のアジャイルもっと盛り上げていきたいなっていう、えー、っと思っていたところをスポンサーに出してもいいよっていう言ってもらえて、スクフェス新潟にもスポンサーとして出させていただいたんですけど、ここのスクフェス大阪でもありがたいことにスポンサーをさせていただけることになっております。はい。 なんかここまで聞くととても順調にコミュニティが育ってそうな感じはするんですけどやっぱり運営の難しさっていうのがあります2点ほどあって継続が難しいという点とコミュニティ人口が減少しているという点ですはいで運営運営の継続やっぱり難しくて最初に立ち上げた2人が休むと開催されなくなったりしますし 運営のメンバーもずっと熱意が高い状態っていうのは続かなくて、途中で息切れしてしまってっていう難しさがあります。で、これは運営の仕組み化が必要だなと課題に感じているところで、今何か手を打とうと,、えー、と運営内で話しているところです。もう一つはコミュニティ人口の減少ですね。これはだんだん最初は結構人が集まって10人とか 集まってくるんですけど、例えば臨読会とか会を重ねることに参加者が減っていき、気づいたらあれ、運営メンバーだけになってないみたいな感じになりかけています。なので、これは参加しやすい敷居を下げるような工夫が必要だなと感じており、えっ、ー、と、ここから何か仕掛けていこうかなと考えている最中です。はい。 まあ、こんなところで難しさには当たっているんですけどそれでもコミュニティ活動は、えー、と諦めず続けていこうと思います。何より自分たちが楽しいと思える活動なので楽しいと思えることを続けていくっていうのことと組織をアジャイルにしたいっていう情熱を持って始めたのでこれを絶やさないようにしたいなと思っています。で人が集まらないとどうしても活動 人が集まらないからやらなくてもいいかなって思いがちなんですけど、活動を縮小するともっとやらなくなってしまうし、人も集まらなくなってしまうので、まあ、自分以外に1人でも集まったら勉強会、コミュニティと捉えて頑張っていこうかなと思っています。もちろん集める努力はして宣伝とかも欠かさずやっていこうかなと思っています。はい。 ここまで、えっ、ー、と、社内アジャイルコミュニティの運営について紹介させていただきました。え、小物では、えっ、ー、と、まだまだ様々な職種のメンバーを大募集しているので、一緒にアジャイルコミュニティやってくれる方だったり、200人規模の大組織にアジャイル変化を起こしてくれる方、大募集しております。はい。よろしければ、下の QR コードから、えっ、ー、と、ご確認ください。 私からの発表は以上とさせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしたら最後にですね、あのまた戻ってきてくるんですけれど、また僕がレティ t をさせていただければと思います。えっと、改めてまた画面共有をさせていただくんですけれども。はい、こちら見えてますでしょうか。はい。 はいありがとうございます。えっと、最後にですね、箱物、弊社のコミュニケーション施策についてご紹介させていただければと思います。えっとですね、えっと、箱物はですね、フルリモート、フル,リフ,ル,フ,ル,フ,ルフレックスの会社なんですけれども、今年の年始にですね、改めて経営陣からこう、箱物はこう、フルリモートでナンバーワンのノウハウを持つ会社になるという強いメッセージが発表されました。 でえっとまあ、そのメッセージを受けてです、ね、こう改めてフルリモートでも社員が良い関係性を作るために、縦と横のつながりを意識したコミュニケーション施策っていうのをこう再設計していきました。やっぱりこうフルリモートだと、コミュニケーションの機会っていうのはどうしても減ってしまっています。でこう組織をこう健全に保ちながらです、ね、フルリモートっていう取り組みを継続していくために、このような取り組みを進めているというところですね。 社員は今230名以上に増えてきているんですけれども、えっと、こういうふうにオンラインだったり、オフラインだったりっていうところで、継続的にあのコミュニケーションの機会を設けております。えー、まあオフラインイベントも年に数回実施してまして、本気で取り組んでいます。で、この中からですね、ちょっといくつか深掘りしてご紹介させていただければと思います。 まず1つ目ですね、箱フェスということで、まあ、えー、フェスなのでお祭りですね。えー、とこう全員がオフラインで集まるキックオフイベントというのを年に1回設けていますで。2022年から、まあ、当時社員数は120名ほどだったんですけれども、その時から実施しておりまして、えー、と去年はですね、こう野外に、えー、バーベキューしたりとか、あのウェルネスの会社なのであの、インストラクターさん、元インストラクターの方が、 いるんですけれども、その方にはレッスンがあったりとかっていうこう横断でコミュニケーションを取れるイベントを実施しました。で続いて2つ目ですね。じゃあオンラインなんですけれどもシャッフルランチおしゃかというのを始めました。これはですね、あの部署関係なくコミュニケーションをするために社内にこう密談気軽に口雑談相談ができる関係者の構築を目的としてこうこういう感じでこう 部署関係なくですね、ランダムに5、6人のグループを作ってですね、オンラインで雑談するというような取り組みでございます。ここで死後のアンケートではですね、9割以上の社員が時間に参加したいと言っていただきました。まあ、こういう感じでですね、皆さんエンジョイされておりました。で、続いてこうエリア懇親会というものなんですけれども、これはオフ,オフラインで集まったんですけど、まあ、フルリモートの会社ということもあって、本当に日本全国に社員の皆さんが散らばっているんですけれども、 けれども、こう住んでるエリアごとにこうメンバーが集まるっていう懇親会を設計しました。大阪名古屋、大都市たも,もちろんですけど、北海道福岡とかえっといろんなところにこう各社集まって懇親会をやるというところですね。まあ、写真を見るとすごく盛り上がったと思うんですけれども、まあ、地域ならではのいろいろな特色があってボードゲームとかマージャンとかボクシングとかいろいろな方法で交流感じていらっしゃいました。 で最後に、こう、ウィズウェルネスという制度がありまして、これは何かというとですね、こうウェルネス業界をリスペクトしながら伴奏して、えっと、社員自身もウェルネスの状態で働けるようにというところで、えっと、箱物が会社としてですね、こう、施設だったりとかっていう利用料を毎月1万5千円まで支援する制度っていうのを策定しております。でこれはですね、あの、ピラティスという、まあ、皆さんご存知ですかね。あの、なんだろう。 ピラティスっていうものがあるんですけど、それのこうレッスンの体験時のものです。で、こういうふうにですね、まあ、フルリモートっていうのを実現していくために、継続していくために、今後こういったコミュニケーション施策に力を入れていくというこれが、今後の強みになっていければいいかなと思っております。すみません、ちょっと時間をオーバーしてしまったんですけれども、えっと、この後もあのブースだったりとか、あのちょっと、まあ、質疑応答の時間取れないんですけど、もし質問とかあれば、あの ディスコードの方にあのいますので、あの質問を投げていただければと思いますし、現地にはブース出しているので、ぜひお立ち寄りください。はい,はい。ということで、えっと、こちらで箱物のスポンサーセッションを終わらせていただきたいと思います。皆さん、お聞きいただいて、ご参加いただいてありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> いかがでしたか スクラム東京のチャンネルでは、今のビジネスを支えている様々な人々のリアルな話をお届けしています。チャンネル登録よろしくお願いします。